はい、もへじでございます。今日ももへじでございます。元気にやっております。はい、ですね、もう10時近くなるのかな。今日八王子は晴れです。風がありますね。空も晴れて青空が多いですけど、水平線の彼方の周りにはですね、雲があったりしますね。そしてなんとなくやっぱり霞がかったような空色ではあります。はい、これはベランダの植物です。狭いベランダですけれど、ちょっとの間ベランダで植物を栽培している時もあります。ちょっと移動して欄小屋とか屋上に持って行ってしまうことが多いのですけれど、今回は少しここで栽培してみようかなと思ってます。なぜかというと、これはコウモリラン、こちらはですね、多肉植物の一種なんですね。球根なじゃないんですけど、株の木の元が太くなるんですね、大きく。そしてこれは、コウモリランの仲間です。コウモリランの仲間じゃないです、ごめんなさい、コウモリランです。ビカクシダの仲間になります。これも意外と水切れに強いので、はい、それでベランダでいいかなと思ってます。はい、今コモリラン気に入ってますので、でこれを、ま、こちらにあったのは前からあるやつですけど、これが今年、2週間ぐらい前に届いたやつです。沖縄から届きました。なかなかこの葉先が枝分かれして、鹿の角トロフィーみたいでかっこいい、いいでしょう。はい、それで気にお気に入りです。こちらは前から栽培しているやつで、株分けしたやつを僕漬けにして、今水が切れるので、板漬けなんかにするとどうしても水の切れるのが早くなるので、バケツの中に水を入れて水やりをしています。はい、こんな感じです。はい、狭いので苦労してます、撮影も。はい、それじゃあこれで終わりです。またね、さよなら、切るよ、ポチッとな。